コンラッド・シュニッツラーコンラッド・シュニッツラーは、ドイツのアーティスト、デュッセルドルフ出身。父親は、オーケストラ奏者で、時々作曲をすることもあった。しかし、父親から音楽を教わることは、一切なかったため影響は受けておらず、後々帰ってそれが良かったと本人は回想している。14歳の時に、カール・ハインツ・シュトックハウゼンの電子音楽を初めて聴き、多大な影響を受けた。 また、その他にも、ジョン・ケージなどから影響を受けた。音楽や音響芸術が活動の中心となったのは1960年代に、ベルリンに移り住んでからのことだ。それ以前は、彫刻や絵画、写真などをやっていて、ファインアートの世界ではちょっと知られた存在だった。1961年にヨーゼフ・ボイスが、デュッセルドルフ芸術アカデミーの彫刻家教授になった、時に、 クラスに入った最初の生徒となった逸話は何かにつけて取り沙汰されている。しかし在籍期間が短かったこともあって影響を受けることはなかったとシュニッツラー本人は語った。1969年にゾディアックフリーアーツラボというクラブを数人の仲間と設立後、タンジェリンドリームとクラスターといった西ドイツベルリンの実験的なクラウトロックのグループの創始メンバーとなったが、 それ以降はソロで活動を続ける。1972年にシンセサイザー EMS 新定 A が発売されることを聞くとわざわざイギリスまで渡り購入した。それ以降電子音楽や電子音響の作品を制作しておりエレクトロニックミュージックの重要人物の一人だと言われている。2009年末時点で彼は実に800以上の作品をリリースしているが その多くが自主制作によるものである。その中には、戦術の電子音響のほか、前衛的な現代音楽やジャズ的要素を持つ、電子音楽、インダストリアル、さらにテクノポップまでもが含まれる。彼は音楽家ではなく、インターメディアライフアーティストを自称している。他の多くの音楽家たちと異なる点は、彫刻、絵画、グラフィックデザイン、 映像といった他のメディアで培った経験や手法を音楽や音響作品にも応用している点である。また、パフォーマンスアートを行うこともあったが、こうした芸術活動の根底にはフルクサス運動からの影響がある。映画、見えない雲の監督などで知られるグレゴール・シュニッツラーは彼の息子である。2011年8月4日、遺願のため死去。74歳没。 1970年、1971年、1973年、1974年、1978年、1980年、1981年、1 9 0八。 一十二年1900波、一十三年1900波、一十四年1900波、一十五年1900波、一十六年1900波、一十七年1988年1989年1990年1991年1992年1993年1994年1995年1999年 2000年、2001年、2002年に、2003年、2004年、2005年、2006年、2007年、2008年、2009年、2010年、2011年、2012年、2015年。ありがとうございます。